会社名とお名前をお願いします。はい、株式会社ボードワークスジャパン鈴木英二です。よろしくお願いします。早速ですけども、はい、取り扱っているブランドを教えてください。取り扱っているブランド、うん、はい、まずは、昔懐かしのサーフブランドインフィニティのスタンドアップパドル、うん、それから会社名になっているボードワークス、あとこの裏にアートインサーフっていうのがいますけど、まあ置いといて、はい、はい、扱っている中で、この中で今期イチオシお願いします。今期のイチオシはインフレータブルサップボードのセットですね。パッケージになっているものです。はい、後ろにあるものですか、はい、これが、これがセット、セットパッケージです。はい、このカーボンのパドル、それからキャスターのついたバッグ、あとリペアキットとリーシュがセットになって14万8000円とです。いいんですかなんかテレビショッピング見たくなってきちゃったけど、今ならもう一本パドルが、はい、すいません、これと、はい、リーシュでしょ。でこれあのインフレータブルなんで10-6の板なんですけど、丸め糸、空気を抜いて丸めるとこのバッグの中に入ります。でバッグの中に入るんだけど、そう言ってもこれ10キロぐらいの重さありますんで、女性だとやっぱり背負うの大変でしょ。これも今年はもうキャスターがついてますね。しかも色かわいいですもんね。海から遠いお客さんでも女性にもちょっといいでしょいいと思います、はい、じゃあちょっと興味のある方はボードワークスのブースまでよろしくお願いします。はい、ありがとうございましたありがとうございます。